さあ、皆さんこんにちは。こんばんは、ゴーストです。今回はですね、ちょっと新しいダウンロードコンテンツ入れてみました。ミニクーパーですね。なんか市販車結構ね、探してみたんですけど、 R ファクターあんまり多くなくてですね、ちょっと市販車っぽい車なんかないかなって探してたら、唯一ねこのミニが見つかって、ちょっと他にもあるのかもしれませんけど、ちょっとね今回はこれしか見つけられなかったですね。というわけで、ちょっと初めてねこのゲームで、なんだろう、レーシングカーらしからぬレーシングカーに乗ってみようかなと思いますね。もちろんマニュアルです。まあ、ちょっと久しぶりにね、H 型シフターの出番も来るかなという感じがしますね。というわけで、ちゃんと動作するかも含めて、ちょっとどんな感じなのかやってみたいと思います。いきましょう。DLC がこちらですね。ミニクーパー S マーク1グループ2。ちょっとノーマルではないんですけどね。ちょっとこれしか、なんか市販車っぽい感じの車が見つからなくてですね。で、もちろんイギリスで走っていきたいと思います。で、ちょっと序盤で言い忘れてしまったんですが、ちょっと PC 構成をですね、かなり強力なものに変更したので、 R ファクターですね、結構な数の AI 出して走れるようになりましたんで 結構な数だというか、かなりの数を出してもね、大丈夫なぐらい、ものすごく強力な PC 構成に変えましたので、ちょっとね、R ファクターのグラフィックもこの間よりもいい出力で出して、ちょっとやっていこうかなと思います。ただ、あえて最高出力ではちょっと出してないです。最高出力でも出せるんですけど、ちょっとあまりですね、いたずらに負荷をかけたくないので、ちょっとまずはですね、ちょっといいぐらいの出力にして、抑えてますが、前までよりはね、比較的このゲームが持っているオリジナルのグラフィックに近い感じでいけるかなと思いますね。それではやっていきましょう。AI も全部ミニですね。よし、行こう。さあ、H 型シフターちゃんと動くでしょうかね。エンジンをかけていきましょう。はい。おお、いい感じですね。なんかツーリングカーよりもエンジンスタートめちゃくちゃ早いですね。え？なんだこのレスポンスは すごいぞこれ。フライホイールついてないんじゃないのかっていうようなレスポンスですね。これ凄まじいですね。F1 顔負けのこのアクセルの動きに対してのこのタコメーターの RPM の反応の速さを見てください。これ凄まじいですよ。これ 超軽量フライホイールがついてるんじゃないでしょうか。よし、ではちょっと乗っていきますか。おお、ギア大丈夫ですね。H 型シフターちゃんと反応しました。よし、行きましょう。うわ、クラッチミートはかなり奥ですね。すんごいハンドル重いです。いやー、ちょっとね、もうなんかこうピッと走ってるだけでもなんかもうやばい感じがしますね。フィードバックからちょっとやばさがひしひしと伝わってくるんですけど、なんかね、もしかしたらこれ動きやばいかもしれないよ、この車。ちょっとウェービングするだけで結構癖を感じるんですが、さあ、ミニはですね、4速マニュアルですね。なのでギア操作は非常に、なんだろう、のんびりとできるんですけど、そんなに忙しくないんですよね、4速なので。まあパワーはね、結構ありますね。パワーはそこそこといった感じ、それなりにありますね。さあ、どんな動きするんだ、このゲームの FF 乗るの初めて。うわ、これはちょっと、なかなかですね。なかなかですよ、これ。なかなかって何やねんって思うかもしれませんけど、これはね、結構癖が強いぞ。キャラが濃いですね。見た目の通り、もう個性バリバリっていう感じです。なんかツーリングカーで走ってた時の R ファクターのイメージからは想像できないような動きをしますね、これ。もうステアリングフィードバックは、なんだろう、これね、実際に乗ったことある人しか伝わらないかもしれないですけど、ガチガチの機械式 LSD が入った FF 車っていう感じ、もう半端じゃないトルクステアですね。アクセル入れた瞬間、もうステアリングまっすぐに戻ろうとするみたいな、凄まじいトルクステアで、ちょっとやばいですね。あと、パワーアンダーステアが尋常じゃないですね。これ、アクセル入れた時にドアンダーになりますね。なんだろう、
車体の挙動としては、そのコーナリングバランスの挙動としては、アセットコルサ あのアパルトに近い動きをしますね。アセットコルサにある無印のアセットコルサにある、ね、あのアパルト595だったっけかに近い動きをしますね。ただアクセルを開けた時のそのアンダー具合、パワーアンダーが今までやったゲームの中でもかなり強烈強烈ですね。これすんごいアンダーってやる。ただアクセル入れないともうものすごいふわふわして超ドオーバーっていう感じですね。ドリフトさせようと思えば多分いくらでも流せるんじゃないかっていうぐらい凄まじい動き。ここが多分ドリフトできると思うよこれ。ほら嘘でしょ戻ったんだけど、あそこまで横向いてからまっすぐに戻るって凄まじいアンダーだな。これすごくね、キャラは濃くて面白いですね。ただ正直ですね、面白いんですけど、冷静にですね、リアリティという面で評価するとちょっと大げさな気もしなくもないかなという感じですね。多分ね、R ファクターはレーシングカーの表現の方が得意かもしれない。ちょっとこれはですね、特殊な部類に入るんじゃないかなと思いますね。これはね、ちょっと速く走らせようと思ったら多分すごい独特なテクニックが生まれると思います。すごく癖が強いですね。どのゲームでも経験したことがない癖ですね。何かに似てるっていうのはあるんですけど、なんかこれと全く同じフィールを味わったゲームってなかなかないですね。プロカーともちょっと違うし、ダートラリーのクーパー S とはもう全く違う印象ですね。全然違います。ちょっとじゃあセッティングをある程度よくしたいので、すごいですね本当。そうアクセルを入れた時の動きがもう尋常じゃないですね。ドアンダドアンダドアンダフロントタイヤゴリゴリ削れていきそうだな。で、R ファクターってね、あんまりタイヤが鳴かないゲームなので、そのなんかグランツェリスモみたいなチーみたいな鳴き方しないゲームなので、どっちかというとこうココココココっていう感じの鳴き方するゲームなんですよ。スリックタイヤ風な鳴き方っていうのかな。なのでアンダー出てる時とかもちょっとフィードバックないとなかなかこう掴みづらいかもしれませんね。まあでもね、なんでしょう、正直にこの車が乗りやすいか乗りづらいかでまずお話しするとしたら乗りづらいですね非常に乗りづらい。正直言うと難しいですわ。難しいです。正直ツーリングカーの、もう 1.7 倍ぐらい難しいかなっていう感じがします。これ本当早く走らせようと思ったら相当難しいですね。はい、というわけでちょっと3ラップほど走ってみました。まあ、次ちょっとレース行こうかなと思いますが、その前にちょっとマシンセットをオープンして、レースは5ラップなので、燃料は10あれば足りますね。ギア比がね、ちょっと微妙ですね。どうしようかな、ファイナル下げたい気もしますけど、とりあえずこのままで行ってみましょうか。さあ、というわけで、レースやっていきましょう。いや、いいですね。ようやくこう多くの台数の AI を出してレースができます。まだまだね、出せるんですが、今回は20台のマシンを出しました。AI が19台で私1台、計20台ですね。
20台のね、ミニクーパー S が走るという、なかなかいい景色が見れそうな気がします。これだけの台数のミニがなんか走ってる光景なんて、グランツーリスモのミニミニ大作戦以来じゃないですかね。でもグランツーリスモもね、昔のグランツーリスモは、ほら、やっぱり AI そんなにいっぱい出せるゲームではなかったのでね、20台のミニクーパー S がワンメイクで走る光景ってのは、ゲームで見るのはもしかしたら初めてかもしれないですね。ちょっと楽しみです。まあ、早速やっていきましょう。さあ、今回はフォーメーションラップどうしようかな。いいか、飛ばしましょう。よし、いきます。さあ、ミニミニ大作戦スタート。いや、レスポンス本当すごいですよ、これ。いけ、頑張れ。え、ちょっと待って、 AI スタートダッシュめっちゃ速いですね。ちょっと出遅れてしまいました。結構うまくいったと思ったんですけど、差を詰めたいところ。おーっと、接触なかなか激しい。 R ファクターもですね、接触すると外装が壊れる表現が、嘘だろ、多い外装が壊れる表現があるんですけど、なんだ、プロカーほど激しくはないですね。ボディがこう変形する感じですね。へこんだりとか、そういう感じの表現で、なんかこうパーツがぶっ飛ぶみたいなのはまだ見たことないですね。多分まああるんだと思いますけど、プロジェクトカーズはね、マシン粉々になりますから、このゲームね。初代プロジェクトカーズはね、フォーミュラとかちょっと接触するとタイヤぶっ飛んでいったりしたんですけど、そこまでの壊れ方はまだ見たことないです。ダメージは結構きついゲームだと思います。まあ、設定次第ですね。ああ、なるほど。AI ちょっとブレーキ甘いですね。ただ、立ち上がりすごい速いですね。まだオープニングラップで団子状態なので何とも言えないですけど、なんだろう、AI の走り方はですね、ブランズハッチね、ものすごいね、アセットコルサにそっくりですね。アセットコルサの AI と走ってる時と全く同じようなフィールですね。そっくり動きが、遅くなるところとかもすごいそっくりですね。このセクター3のミニ高速コーナー群が遅いのはアセコルの AI もそうなんです。ただ R ファクターの AI はね、立ち上がりすごい速いですね、この車。弱点はね、ブレーキングが速いですね、全体的に。あとボトムスピードが非常に低いですね。ただね、なぜかわかんないけど加速力が凄まじいですね。同じ車とは思えないぐらい。いけ、いや、ちょっとパワーアンダー強いから、ここの立ち上がりめちゃくちゃ難しいですね。おっと、インサイドにマシンがいたか。ちょっとミラーの左側が見えないので、わからないですね。チャンス。いいぞ、ホワイト頑張れ。よし、ナイス。うまい。でも加速が速いんだよね、AI ね。こっからの加速がさ、ほら。嘘だろ。あいつらボアアップしてるんじゃないの、ちょっと。いやー、どっちについていこうかな、これ。スリーライドはちょっとやりたくないですね。これ、どういう動きになる、これ。こっちだ。よっしゃー、もらったー。よし。あとインサイド押さえて。嘘だろ、おい。マジかよ。ブレーキング早いな。抜くつもりなかったのに抜いてしまいましたね。危なかったですよね。多分人間だったらぶつかってたかもしれない。痛い、詰まってみて。なんとなくでも分かってきた、このゲームの AI のこのコースの、ね、動きが。いや、でもアセットコルサにそっくりですね、本当に。すごい似てるライン取りだし、加速の時の異常な速さを除けばほぼほぼ同じですね。まあ、これまだねマックスライドの AI ではないんですけど、まあマックス一歩手前みたいな AI なんですよね。このゲーム AI の難易度がパーセンテージで設定できるんですけど、ですね、120% が最高難易度なんですが、
これですね、あの 110% なんですよね。まだ 10% 余裕を持ってるんですけど、今まで走ってきた中では一番遅いかな、ミニクーパーが。多分やっぱレーシングカーの方が得意なんだと思いますね、このゲームは全体的に。あの市販車みたいなこういう独特な乗り味が必要な車は、正直今ブランザーアッチ走ってる限りではそんな速いとは思わないですね。ゲームでヒールトゥーするのめちゃくちゃ久しぶりですねもう私普段乗ってるあの自分の車がマニュアルなので、これ自体は毎日やってるんですけど、ゲームでやるのものすごい久しぶりですね。最近のほらレーシングカーのゲームだともうパドルシフトしか使わないですから、このクラッチとシフターが活躍してるのものすごい久しぶりです。サイドバイサイドになるって粘るみたいなこいつだ。いやマジでボトムスピード違いすぎて走り合わせるのめっちゃ難しいんですけど、もらった、抑える、絶対抑えるぞ。おクロスかけられたマジか、おうめ え、でもちょっと加速異常に速いよね AI。 無理なんだけど、なんだろう、もらった、無理か。後ろのマシーンも終始プレッシャーかけてくるしね。ここのブレーキングポイント本当弱いですね。ここはかなりのオーバーテイクポイント。なかなか頭のいい AI 動きしますね。いい動きしてくれますね、パトルの動き。さあ、あの前のグループに追いついてちょっと荒らしたいところだな。上り坂つらいですね。なんで AI あんなに上り坂で加速できるんだろう。まあ、空力設定とかもパッと見た感じなかったので、何でこの直線速度とか加速力に差が出てるのかわからないですね。私の運転が原因なのかな、これ。コーナー真ん中まではね結構圧倒的なんですけどうーあっぶねーいや ABS ないからああいうシーンめちゃくちゃ怖いですね。ちょっとでもブレーキワーク失敗したらもうフルロックしてあのまま突っ込んでいってしまいますからね。ちょっとこの密集待機の中でブレーキングで仕掛けるのはすごく勇気がいります。行くぞ、飛び込め、うっ、行ける、アンダー出るなよ。うわマジか、並ばれてる、やるね。クロス、あーダメか。おっと、そこでアウトに振るのはなかなか大胆ですね。でも加速で負けるんだよなここの上り坂の加速で負けるんですよね。お、カッパ、よっと、ちょっとこれ棚からボタン持ってます。お前が激しくやり合ってますよ、これチャンスだと。いいね、いいぞ、もっとやれ、もっとやれ、もっとガシガシやれ。いけるか、いやーやめた方がいいな、無理だな。
ここで行こう、ここで。でもこれ最終コーナーね、インには入れるんだけど、立ち上がりで抜き返されちゃうんだよね。やべ、失敗した。あぶな、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 やばい、やばい、やばい。ギリギリ戻ってこれた。あれ、これフィニッシュかな。あー、どうやら5ラップのレースが終わったようです。いやー、すごい。やっぱり台数多いと楽しいですね。で、ミニもね、面白い。ただちょっと残念なのは、やっぱりね、AI ね、多分ミニ苦手ですね。ミニみたいな車を速く走らせるのが多分 AI は苦手なんだと思います。どう見てもね、コーナーが遅いですね。遅いんだけど、その遅さをなんか加速で補ってるという感じがして、多分ね、プレイヤーにはね、ほとんど、なんだ、よっぽど特別なことしない限りは、多分無理なんじゃないかなという感じがします。単純に AI の加速力がプレイヤーの車両の性能を上回っているような気がしますね。だからその、コーナー遅い分を、その加速の速さ、プレイヤーにない加速の速さで、なんとかこう、帳尻合わせてるっていう感じがします。まあ、総じて多分ですけど、このゲームの AI はこういった独特な挙動をする車の運転があまり得意ではないという気がしますね。まあ、どのゲームでもそうなんですけどね、なんかこうドリフトさせた方が速いとか、そういう感じの類の車って AI あまり速くなかったりするんですけど、まあ、そういったところが見受けられます。で、挙動自体はすごく面白いです。面白いんですけど、全体的にですね、ちょっと大げさかなという感じがしますね。表現したいことはなんとなくわかりますが、こういう感じの動きを表現したかったんだろうなっていうのはわかるんですけど、ちょっとね、やりすぎ感があるかなという感じですね。この車のこういった特徴を表現したいっていう、それはわかるんですよ。ものすごくわかる。こういう動きを多分表現したいんだろうなっていうのはすごくわかるんですけど、ちょっとね、大げさな感じがするかな。その特徴を出したいんだけど、その特徴を強くしすぎて、ちょっと逆に不自然になってしまってるという感じがしますね。でもコンテンツとしては面白いです。非常に面白いし、この車ならではのテクニックが多分生まれると思うし、多分この車はね、スペシャリストが生まれると思いますね。この車に乗ったら他の車では戦えるのに、もうこれに乗られた瞬間、こいつにはマジで勝てんっていう人が多分現れると思います。そのぐらいね、特殊ですね、非常に。多分このゲームの中でもすごくキャラが特殊な車だと思います。まあわかんないですね。もしかしたらツーリングカーが異常に乗りやすいだけかもしれませんし、FF 車の表現が苦手とかそういう可能性もなくはないです。あとフィードバックもですね、すごく激しいですね。FR に比べて、ものすごく激しい。本当にもう、なんだろう、現実のね、トルクステア、機械式レフのトルクステアゴリゴリの FF みたいな、もうそれ並みのフィードバックですね。すんごい、ゴテゴテの LSD ついてる FF 車の動きをするので、ちょっと初めて乗った人は、ちょっとフィードバック弱めようかなってなるぐらいやばいと思いますね。もう、だってピットから出て、ガレージから出て、ピットレーンを曲がるときでさえ、もうハンドル重いですから。すごい重いです。なのでちょっと独特かなという感じがしますね。さあ、今回の DLC ミニクーパー S はどうだったでしょうか。私としてはですね、いい意味でも悪い意味でも、もう大きく予想を外された車っていう感じでしたね。いろんな意味でちょっと衝撃的な車だったし、R ファクターのもう一つのその一面も見ることができたかなという感じです。まだまだね、コンテンツの数、そんなに莫大な数があるわけではないゲームですけれども、それでもね、さっき言った、言いましたっけ、カートシムっていうレーシングカートの DLC コンテンツもありますし、もっともですね、まだまだアセットコルサとかに比べると少ないですけど、それでも結構な数が存在しているゲームです。いろんなコンテンツをね、楽しんでいければなと思います。ニュルブルクリンクとかもね、あるので、ちょっと早く入れたいなという感じですね。いろんなコンテンツをちょっと遊んでいきたいなと思います。あと、分かるというか、知ってる人はもう知ってると思いますけど、ものすごくですね、PC 構成を強力なものに、変えましたので、いろんなゲームね、まともに動作できるようになりました。ごまかしじゃなくて、ちゃんとね、求められてるスペックでがっつりとそのゲームを動かすことができるようになったので、
いろんなゲームね、ちょっとプレイしていきたいなと思いますね。今の構成だったらそれこそあの DCS とかも全然余裕で、動くような感じになりましたので、まあほぼ全てのゲームいけるんじゃないかなと思います。ただ最近出たあのシティーズスカイラインっていうゲームの2があるんですけど、あれはですねあのものすごい重いらしいので、最新の PC を持ってしてもかなりきついらしいです。まだなんか最適化が求められてるみたいな感じの話も聞いてるので、全てが全て動くというわけではないかもしれませんが、そういう特殊なものでない限りはですね、多分大半のゲームいけますね。現に今 R ファクターをですねフル出力のグラフィックで動かしても全然 AI 出していけるので、いけるんじゃないかなと思います。まあなのであのハイスペックなゲームでもね、やってほしいゲームなどあればちょっと配信していこうかなと思います。まあでもレースゲームでね、私今のところ多分 R ファクターが一番重いんじゃないかなというふうに予想しているので、多分、よっぽどのゲームでない限りこれ以上上っていうゲームはないとは思いますけどね。というわけで、今回はミニクーパー S DLC をちょっと楽しんでみました。ゴーストでした。